この顔周りの巻きがあるだけで一気に印象変わりますよね。チキチキこんにちは、表参道ヘアーティストあやまるです。今回はこんな感じの大人の上品くびれ巻きを紹介していきたいと思います。この巻き髪きつすぎないし、かといって緩すぎない、ちょうどいい大人の巻き髪ですよね。さらにここの部分がキュッとくびれていることによって首も細く見えるし、これめっちゃお気に入りの巻き方です。ポイントはこの顔周りの巻き方、こうやって前から見るのはもちろん、斜めから見ても横から見ても可愛くおしゃれに見える巻き方で、これをやるだけで一気に大人の巻き髪になれます。この顔周りのところが後ろに流れながら外跳ねになっているところが韓国っぽい感じも出ますよね。やり方もすごい簡単で、巻く回数で言っても最初の本当に外跳ねを抜けばたった数回なので、やってることも単純だしパパッとできちゃうので皆さんにもやっていただきたいです。時短にもなるのに大人のくびれ巻きになるので、ぜひ皆さん参考にしてください。では早速巻いていくんですが、じゃん、巻く前は必ずブラッシング、これは癖づけてください。巻くときはもちろんなんですけど、ストレートアイロンでまっすぐサラサラストレートにするときもこれは同じです。ほつれや絡まりをほどいてから巻くようにしてくださいね。はい、では巻いていきます。今回はヘアビューロンの 26.5mm、 温度は160度で巻いていきます。はい、ではまずは毛先を外跳ねにしていきます。左側を巻くときはレバーが自分側に来るようにしてください。で、髪の毛に対して必ず垂直にアイロンが入るようにしてください。これが少しでも斜め前になっていたり斜め後ろになっていると、真横に跳ねなくて前に行ってしまったり後ろに行ってしまったり内巻きに入ってしまう場合もあるので、必ず髪の毛に対して垂直にアイロンは挟みます。なので結構左を巻くとき右利きの方は右肘がすごく上がるはずです。こんな感じ、肘が下がっているとアイロンが縦になりやすいので肘を上げるイメージで巻いていくといいかなと思います。で、外跳ねにするときもただ毛先をくるんと巻くのではなくて、上の方からアイロンスルーをさせながら外跳ねをするとツヤツヤな外跳ねができます。どうですか、最初の髪だけど全然違くないですか。ツヤがすごい出るんです。このアイロンスルーめちゃくちゃ大事。巻く前にアイロンの熱を髪に通すことによってキューティクルが整ってツヤが出ます。で、このアイロンスルーは挟んで手を離して溶かすのではなくて、少しだけこう軽く浮かせた状態でアイロンスルーをしてあげると引っかかりも少なく滑らかにアイロンを通すことができます。こういう感じ、これを指を離した状態でやるとどうしても引っかかりが起きるので、軽く浮かした状態でアイロンスルーをしてください。で、後ろの方の髪の毛はちょっと上向いて後ろの髪の毛を前に持ってきて、で、毛先をアイロンスルーさせながら外跳ねをするとやりやすいかなって思います。後ろで巻くとどうしても見えなかったりとかちょっと手が疲れちゃうなってなると思うんですけど、こうちょっと上向いて傾いてこの首のところから前に持ってきてアイロンスルーをしながら巻けば後ろの方も綺麗に巻けます。で、この時巻き漏れがないように反対側のこっちの方の髪の毛からグッと多めに持ってくると、この右と左の境目の巻き漏れをしにくいかなと思います。こんな感じですね。はい、これで左側が完成しました。もうこの時点で分かりますよね、全然違う。では反対側もやっていきます。で、右側を巻くときはまた同じように髪の毛に対してアイロンが垂直に挟まるように、そしてレバーは自分の方です。右利きの人はお肘が下がりやすいのでどうしてもまたこのように縦にアイロンが入りやすいです。なのでそうすると後ろの方に流れてしまったり変な方向に跳ねてしまうので、こっちも少し肘を上げるイメージでアイロンスルーをして外跳ねをするといいかなと思います。こんな感じですね、ちょっと肘上げる、アイロンと自分の肘がまっすぐになるようにしてアイロンを通すとうまくいきやすいかなと思います。で、この時の外跳ねのポイントはカールを長持ちさせたいからといってこうぐるぐるぐるって巻きすぎないことですね。もうやりすぎちゃうとすごくもうぐるんっていう不自然なカールになっちゃうので、本当にさらっとアイロンスルーを通したもう延長で軽く外跳ねにするぐらいがいいかな
と思います。で、毛量の多い方は、今私一辺に全部の髪の毛を外跳ねにしているんですけど、上と下だいたい8あたりでブロッキングして下やって上やってっていうやり方でもいいかなと思います。やっぱりたくさんの毛束にアイロンを通すと熱が伝わりづらいっていうこともあるので、ブロッキングをして熱が伝わりやすい毛束の量にしてからやると、よりもっとツヤツヤな外跳ねができるかなと思います。時間のある時はそうやってやってもいいかなと思います。で、また後ろの髪の毛はちょっと後ろに頭を持っていきながら、首の横から前に持ってくる。この状態で巻いていきます。で、この時もさっき反対側から多めに持ってくるようにって言ったんですけど、この時も同じです。少し反対側、こっちの方の髪の毛も持ってくると巻き漏れ少なく巻くことができます。ワンカールなので、ぶっちゃけ同じ箇所をもう一回巻いてしまっても大丈夫です。そこまで神経質になってやるところではないです。はい、これで左右の外跳ねが完成しました。で、一回ここの時点でもう一回巻き漏れがないかっていうのをチェックしていきます。こういう感じでね、この特にこの襟足の部分って巻き漏れしやすい部分になるので、この内側のところをしっかりチェックするといいかなと思います。全部綺麗に巻けておりました。はい、ここまで大丈夫でしょうか。外跳ねができたらここからがポイントです。今から説明することめっちゃ重要です。ここの巻き方で一気に大人っぽく仕上がります。最初に言ったポイント覚えてますか？そう、顔周りの巻き方でしたね。どう巻くのかっていうと、まず顔周りの髪の毛を取っていきます。結構太めで大丈夫ですね。だいたい耳から前ぐらいの束ですね。これぐらい、ちょっと太めなぐらいですね。そしたらこの束を後ろがこういう巻き方ですね、外巻きに巻いていくんですけど、この巻く時に毛束を少し前に持ってきます。そうしたら次はコテを縦の状態で入れていきます。前に引き出しながらこういう感じですね。レバーの向きは自分側、こういう状態です。で、だいたい巻くところは中間あたりからだいたい1回転半ぐらい巻いていきます。毛先は少し外してください。ではやっていきますね。中間でアイロン挟んだらだいたい 1.5 回ぐらい、このくらいで、毛先はこれぐらい、最初のワンカール分ぐらい余らせます。で、巻いたらそのまま縦にアイロンを抜きます。で、軽く手ぐしを通します。そうすると、わかりますかね？こういう S 字カールができるんです。こんな感じ。こういう風に、ここが S 字の形になることで、一気に垢抜けます。この巻き始めにボリュームが出て、その下がキュッと締まっている、くびれている感じが、大人っぽい巻き髪になります。顔周りが巻かれているだけで、また全然右と左で雰囲気変わりますよね。では反対側もやっていきますね。顔周りの髪の毛、だいたい耳から前の毛束を取っていきます。少し太めです。こういう感じですね。これぐらいです。そうしたら毛束を前に持ってきます。その状態でアイロンを髪に対して垂直に挟みます。左側を巻くときもレバーは自分の方です。この状態で挟んでいきます。中間から巻いていきます。だいたい回転は 1.5。そしたら毛先が軽く残るように巻きます。そのまま抜く。そうしたら軽く手ぐしを通していきます。はい、これで少し上の巻き始めのところにボリュームをつけて、その下を外跳ねにくびれさせます。で、巻いてすぐまだ熱が残っている状態で形を作ってあげると形が整いやすいかなと思います。完全に冷めた時よりも少し熱が残っている状態の方が髪の形がつきやすいので、その形がつきやすい時にもう形を作っちゃいます。こういう感じですね。この上の巻き始めの部分を少しキュキュキュッとつまんで引っ張ると、このようにボリュームが出しやすいです。こうすることで、ここがキュッてなってるので、首が細く見えるし、動きが出てくれるので、めちゃめちゃおすすめです。私みたいに、もともとカットにレイヤーが入ってない、重めのカットの方でも、この巻き方をすれば、レイヤーが入ってるような軽いイメージになります。これでも可愛いんですが、少しまだちょっと寂しいので、あとは表面に巻きを足していきます。今、顔周り巻いた時、両方とも外巻きでしたよね。なので、すぐ隣の部分、この後ろの部分も同じように、外巻きに巻いていきます。この時はあんまり意識せず普通に外巻きにしてもらって大丈夫です。左側の普通の外巻きをする時はレバーが外側ですね、反対側。さっきはレバーを自分の顔側にして巻いていったんですけど、その時は前に引き出していったので自分側の方が外に回りやすかったんですけど、まあ、普通に外巻きをする時はレバーは外側で大丈夫です。この状態でアイロンを挟んだらまた中間あたりから外巻きにしていきます。で、毛先少し残した状態で離す。
ほら、そうすると S 字カールが作りやすいです。毛先を外して巻くことによってより外羽が残りやすくなるので、皆さんもやってみてください。反対側も同じように外巻きにしていきます。表面の髪の毛だけでいいので、だいたい鉢植えですね、この辺から上、鉢植えの髪の毛を巻いてください。少し太めの束の方が S 字カールは作りやすいです。右側の時はレバーは自分側の方がやりやすいかなと思います。で、中間から挟んで毛先を外して 1.5 回転させたらそのまま外す。熱がある状態でくびれを作ります。残りも同じように巻いていきます。で、この表面の髪の毛を巻くときは全部同じ巻き方をすると統一性が出て可愛いですし、ミックス巻きで巻いていくと動きがより出て可愛いので、どっちも可愛いんですけど、まあその時の雰囲気だったり自分がなりたいイメージ、服装で決めていくのもいいかなと思います。後ろの部分はこうやって前に持ってきて同じように巻いていけば大丈夫です。ただどうしても境目のところが気になるなっていう方は、このトップのこの境目の部分の髪の毛をまとめて取って、右でも左でもいいんですけど、巻きやすい方に持ってきて巻いてあげてから戻すとやりやすいと思います。はい、こんな感じで巻けたら最後にスタイリング剤をつけていきます。今回はこちらのナチュラルバームを使っていきます。オイルでもいいんですけど、バームの方が形は作りやすいですね。なので今日はバームを使っていきます。手でしっかり溶かしたら、後ろに向かって手ぐしを通すようになじませると形が作りやすいです。こんな感じで、で、毛先は外羽につける、こういう感じ。この巻き始めの部分はつまんでボリュームを出しながら毛先は外跳ね、こんな感じですね。かわいい。どうですか、どうですか。で、少し分け目をずらしてあげるのも形が綺麗に見えていいかなって思います。顔周りのとこをちょっと浮かせるとここに隙間ができて小顔効果になるので、ここはふんわり、顔周りは空気を入れてあげるようにセットするのがおすすめです。はい、完成です。この顔周りの巻きがあるだけで一気に印象変わりますよね。かわいい。今日は説明しながらだったんですけど、この巻き方も慣れれば5分あれば余裕でできちゃいます。この最初に言ったポイント、顔周りの巻き方一つで一気に垢抜けることができるので、ぜひ参考にしてください。はい、ということで今回は大人の上品くびれ巻きの紹介でした。参考になった方は高評価チャンネル登録お願いします。下にコメント欄もあるのでたくさんコメントお待ちしております。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。